ベルジアンシェパードドッグマリノアベルジアン、シェパードドッグマリノアとは、ベルギー原産の牧羊犬種である。ベルジアンシェパードドッグの愛好家などからは単に、マリノアと呼ばれることもある。もともとは、ベルジアンシェパードドッグタービュレン、ベルジアンシェパードドッググローネンでール、ベルジアンシェパードドッグラケノアと同一犬種と見られ、ベルジアンシェパードドッグとして一から下にまとめられていた。 19世紀になるとこれらの主な死液であった牧羊が機械化されてしまったことにより仕事が減り絶滅の危機に瀕してしまった。そのためこれらを研究、保護するためのプロジェクトが発足し、ベルギー国内のどの地域に何頭のベルジアンシェパードドッグが生き残っているか調査が行われた。この調査の目的はスタンダードの確立。 統一を図ることではあったが、地域ごとと4タイプに分化していて、それぞれがはっきりと犬種として認識できるほどの特徴を備えていたため、それぞれ別の犬種クラブ。マリノアは、ベフヘレン・マチゲンさんのベルジアンシェパードドッグで、主に牧羊犬として、羊の誘導を行うのと番犬として、見張りをするのに使われていた。現在はこの他に、警察犬や麻薬探知犬、 国境警備犬としても使われている。グローネンダール、タービュレン、ラケノアに比べると実用に特化した犬種で、あまりペットや消毒区としては多く飼育されていない。しかし、実用犬として複数の国で使役されていて、ベルギーやイギリス、アメリカ合衆国などでは、警察犬としてよく飼育されている犬種である。日本では珍しさから、 ほとんどが実用犬としてでなくペットや消毒として飼育されていて少数だが毎年国内登録がある。2019年10月アメリカ軍の軍犬であるマリノアのコナンはアイセルの指導者を襲撃するカイラ・ミューラー作戦に参加。指導者を追い詰める最終局面で負傷したドナルド・トランプ大統領はツイッターにてアメリカの英雄として叩えた。 ベルジアンシェッパードドッグの中で唯一ショートコートを持つ犬種である。コートはさらりとした手触りで、毛色はホーンで、ブラックマスクがあるもの。混ズると、足は長く、ボディは筋肉質で引き締まっている。耳は立ち耳で、尾はタレを体高56から66センチメートル、体重27.5から28.5キログラムの大型犬で、性格は 主人家族に対しては忠実で優しいが、警戒心が強い。しかし友好的な性格も持ち合わせていて、子犬のうちから人や犬と積極的に接させることでその性格を引き出すことができる。グローネンダール、タービュレン、および、ラケノアに比べると室外で飼育するのに向いた犬種で、運動量もそれらより多めである。しつけの飲み込みがとてもよく、 状況判断力に富み身体能力が高い。かかりやすい病気は股関節形成不全とアレルギーである。ありがとうございます。